さんはい B プラス ING ってあるじゃないですか進行形現在進行形あれめっちゃエモいっすわ <laughs> 進行形エモいの進行形めっちゃエモいそれは嘘でしょさすがにさすがに嘘でしょ絆を感じた <laughs> いやいやただやってるだけでしょ今本読んでますだけでしょエモいわけない、うん、全,全然もう朝競争<絆>的な理解だね <laughs> 本日はカタルシス英文法第回え順動詞の2回目ですねうん、うん、前回が不定詞、まあ、原形不定詞とう不定詞をやりましたけど、はい、今回は分子をやろうと思います、うんはい、分子はね大きく分けて2種類ですよね現在分子と過去分子でしょうそうですね、はいうん、イングにするやつと ED にするやつですよね、うん、はい、えーまあ、先にじゃあ現在分子の話からしていきましょうかはい現在分子ってさ、うん イングっていう形じゃないですかあれさえっとあれでしょ進行形と紛らわしいみたいなこと進行形は現在分子あれなんであそうまあこれねこれまたね正確には違うんだけど昔から見るとちょっと違うんだけどえっとああれとじゃあれと紛らわしいのかあの同名詞よし素晴らしいらしいそういうことだよね素晴らしそう同名詞ってやつもあるじゃん同名詞ってどんなのでしたっけ えーっと「reading this book is difficult」みたいな、うんうん、その読むことみたいなやつでしょそうですねちょっと今の文だと「いっといずに」書いてほしいなとか「ですに」してほしいなと思いましたけど膨らんじゃった主語が <laughs> いや即興で喋ってるからさ「許してよ」「<laughs> reading is your hobby」とかってね、うん、ああそう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 ,そう,い,う,い,ういうやつありますよね、うんうん、えっとこのように同名詞ってうのはイング系なんですけど することみたいな動詞プラスことみたいな意味を持ってる形で現在分詞と形が一緒なんですよね。そうだね。てか人によっては現在分詞を名詞的な用法にすると同名詞になるんだみたいな理解してる人もいるかもしれない、うん、けどはあはあ、はあ。 これあそうなんだそうあじゃあ分かったよいつものパターンでしょ本来は形も全然違ったのが合流しちゃったそうなんですよあそのパターンねあれなんかだいぶもうだいぶパターン理解してきたカタルシスのパターン理解してきたなるほど暗挙合流パターンですねそうこれ結構運命的な出会いがこの二人の間にはありましておおすごいね映画みたいだまずもともと昔から同盟士はね イングだったんですよ、うん、つまり今の形と一緒だったんですはい、はい、で現在分子の方が違った、はい、これ古英語から中英語期の間は inde んかインドとかインデみたいなやつだったり<ー>それから場合によってはエ n d e みたいなやつだったりアンデみたいな語尾が違った<ー>まあなんか最後が inde で終わるような語尾だったんですねうん、うん、でここでそのインドインインデ i n d e のやつの、うん、えっとマツが弱まっていったと。うん、だから、うん、インになっていったと。なるほど。例えばだからえっ、ー、と姓だとしたら姓イ,インでみたいなのがあったとして。うん、それが姓インになったと。うんうん、でここでなんかイングと似ているな。<laughs> いや違うんだ。<laughs> 消えちゃっただけだからマツビが <laughs> そいつと合流させちゃダメなんだって <laughs>。 うんイングと似てるし <laughs> じゃあどっちもイングでいかおすげ合流しました。すげえやっぱ歴史知るとあれですねなんか寛容な精神になれますね。うん、その二つ全然違うんだから <laughs> その末尾うやむやになったからって合流しちゃダメだよって言いたくるけどそうなんですこのだから現在分詞と動名詞っていうのが形が一緒なせいではい、はい、これ如何どうしようねみたいな <laughs> 論争というかね <laughs> うん、うん、あの研究者が困ったりしてることとかもあったりするんですけど、うん、歴史的なだからそうイングと 現在分子ってののは別あ面白いなるほど面白いいやもうすごい許せるわギガが減るとかいうので許せるわ全然全然問題ないよ全然問題インデがイングに合流しちゃうんだもんな <laughs> もしょうがねえよなそれはそのだから受け身系と能動系なんか音に似てるし形でやめて、ね、二瞬しよっかみたいな合流しちゃおうみたいなことだダメ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 いやすごいな歴史やばいでしょうん で冒頭のところに戻るんですけど、うん、現在進行形ってやつ、うん、これ B プラス ING ってやつでしたよね、うんうん、これ昔はね B プラス ON 前置詞のね、うん、ON プラス ING みたいな形だったんですよ<ー> I'm on reading the book みたいな感じだったっとそうえで、っと、この ING は同名詞の方 です。うんうーんと、うん、B プラスオンプラス同名詞が後ろに来てたと。えっとさっきの話を整理すると、はい。昔はインデとイングみたいに分かれてたわけで、うんうん、でこの B プラスオンプラスえー、っとイングってさこのこの時の時代のイングだと思ってくれればいいんでうん、うん、同名詞だったんです。B プラスオンプラス同名詞っていうのが進行形の。 さっきはさあれだよね。現在進行形に出てくる ING 違う、現在分子だって言われて、いやでもこれもともと実は、ちょっと厳密にと違うんだけどって言いました、僕。それはその時に、あこれ本当にそうめんしたんだよなって思ってました。あごめん、じゃあ僕が変なところ先取りしてしまったせいで、今話がどんどん複雑になっていってる。ごめんな、ごめんなボリをしてしまって、申し訳ないです。 いやいやいなるほどなるほど。そう元々動名詞だったんですよ。でこれなんかあんまりイメージは開かないよね。B プラスオンプラス同名詞ってさ、なんかこれ何みたいななると思うんですけど。こんな構文とか聞いたことないですかね。B on duty。ああ、あんまり知らん気はするけど。聞いたことないですか。義務、そう義務みたいな意味なんですけど、on duty ってのは勤務中でだ。うん。だから I'm on duty とかって言うと、今勤務中ですっていうことさしてだと。これと似てません？構造。 えっと、I am on reading book みたいなんですよね。と、I am on duty。で、この時の昔のリーディングとは同名詞、つまり名詞的なものだったと。動詞から作った名詞みたいなイメージだったんで、デューティーも名詞ですよね。だからここ似てませんか。本当だ。一緒だね。B プラスオンプラスデューティーと B プラスオンプラスリーディングみたいなのって、形的にはかなり似ているわけですよね。そう、こいつがもともとだったんです。B プラスオンプラス同名詞。なるほど。で ここからオン、えー、音が音的に弱くなって最終的に消失していったと。はあさっきからそのパターン多いな。<laughs> <laughs> あのなんとかインでみたいなやつも末尾が消えていって、うん、インになっていくし、ね、それも同じ現象を。 ですよね。音は本当変化しますからね。あーなるほど。昔の日本語とか聞いてみたらマジで全然発音違うわけですから。ね。音はもうどの言語でも時間が経てば変わっていっちゃうんですよね。なるほどなるほど。うん、まあだから音も弱くなっていくと。音も弱くなって。えっとね流れ的には確か B 音同名詞から B ア同名詞みたいな。へー。N 別音と消えちゃったのかな。確か一回。でそれで完全にアも消えちゃって B プラス同名詞。 B プラスになったっったたていう流れだった気がしますここまでこの B プラス ING の成り立ちを話してきたんですけどまだこの段階でこの ING ってのは単純に純粋に名詞的な役割なんですよ動詞的な意味はあんまり持ってないですねつまり読むことみたいな意味しかなくて読んでいるみたいなその動きのイメージが全然ないんですよはいはい、はい、まあ、だか形容詞とかに使うあの形が出てきてないってことですねそう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  動詞っぽい動きっぽい役割を与えたのが現在分子だったんですね、うん、これだいぶあれかな、うん、難しいかなうん、うん、あのー、大丈夫だと思います脳 <laughs> の容量がだいぶ食われてきたなって今思いながら <laughs> まだいけるまだいけるつまりねえー、っとこの D プラス ING ってのは形は同名詞からもらってるんですよ、うんうん、でも動き的な意味ってのは現在分子からもらってるんですよ 待って待って待って現在分子はもともとあったんだっけうんインデみたいなやつがねインデみたいなやつがだんだんイングになっていったわけなのではいはいこのインデくんインデくんがねいいよいいよ分かりますよインデくんインデくんは形違うんだけど兄さん俺の意味だけ持ってきなっつって動詞的な意味をこの B プラス ING に与えてあげたとさっき言ったように形は同名詞の方からもらってるわけですよそうだね インデくんの二人の協力プレイが B プラス NG なんですよ。うん。うん。あれうんうん本当か、うん、うん。えー、っと、えっと、そのインデくんみたいな人がいたいいはい、現在分詞、ね、元の現在分詞がいたわけじゃん。<laughs> はい、えー、いました。えー、そいつが、えっと、もともとは何なんだっけえっと、読むことあれえっと、現在分詞は例えばですけど、<れ>えっと、っあれですね、例えば、えー、っと読んでいる本。<laughs> なるほどなるほど。なんちゃらなんちゃらみたいな。読んでいるまるとかみたいなイメージを持ってたと。読むことみたいなやつと読んでいるみたいなやつが折って読むことっていうのはその読むことだから静止してるわけですよ完全に動きとしては。だけどインデは動いてるんですよが「ほい!」って言って「俺の意味持ってけ!」って言ってバトンをつないだとここで生まれたのが。 I am living in Tokyo とかのあの B プラス ING が何々しているっていう進行的な意味を持ったえっとこの経緯なんですねなるほどなるほどああなるほどもう一回言いましょうかもう一回言いますね B プラス同名詞っていうのがもともと形としてはあったとうん。だから形は同名詞の形なんですよ、うん、あれちょっと待ってもう、まあ、あい一個前に話してたさ、はい、えっとオン、うん、on ING は,、はいは の ing は同名詞ですずっと同名詞です。から、はい、ずっと B、ON、プラスオンプラス同名詞から B プラス同名詞になってきてるんですね形は同名詞なんですよだけど意味がちょっと足りない意味の要素、うん、意味の要素そしたら形に似てるインデ君がピッとこうパスを投げて 今僕らが使ってる現在進行形の形になっている。理解しました。めっちゃ長い話だった。登場人物が多くて難しかったですね。そそそううだだねねねかかよごめん今整理されたら高校生本当置いてきぼりになってるかもしれないけど覚えてほしい薄い理解はこういうことです。つまり現在分子と同盟子てのはもともと形が違いましたと。だけどこの2人の協力プレイによって B プラス ING っていう形が生まれたと。だからこれ絆なんですよ。 そこでがってくるうだから僕はもう現在進行形の発話をするたびに思い出すんですよインデ君を今はなきインデ君と形だけしかなかった同名詞君がお互いの欠点を補い合ってできた幸運なんだなって思うんですよねだからほぼ漫画「キングダム」と一緒ですよね共に修行し合った少年時代のやつの片方が死んでしまって確かにね片方がその意志を継いで。 二人で天下の大将軍になるんだって言ってるみたいなことですね。今現代でね、ちゃんと生きてきてるわけですから。すい。熱確かエモいわ現在進行ね、めっちゃエモイですよ。エモいわうん。エモイングですね。言うあ、フィーリングエモイン。エモイングマジで。I'm feeling emoing。エモーションなんだけどね。続いて過去分詞いきましょうか。はい。過去分詞って過去の意味持ってるんですか？ えっといや、受け身の意味を持ってるでしょ、うん、過去分子は。じゃあ、過去の意味は持ってるんですか過去 <laughs> の意味は持ってないんじゃないですか <laughs> 論点をりるね <laughs> やめてください <laughs> これ、あれだな、質問にちゃんと答えてくださいっていうよく詰められる、<laughs> あの間違った研究発表してる時に間違った答弁した時によく教授に怒られるやつ。<laughs> <laughs> えっと受け身の意味もあったからと聞いてなかったですけど。<laughs> まあ完全にはそれだった、質問に答えてない。<laughs> 失礼しました。過去のおおはいはいはい。これねもともとね持ってたんですよ。おお難しい。というかねもともとは官僚を表してたもう歴史的系難しすぎない複雑すぎるでしょいやあのねこんな例文とか聞いたことありますかね例えばですけど堀本さんご飯食べてます。なんかなんとなく食べ終わってる感じしますと「Are you finished?」って言うんですよ。食べ終わったってこれやばない えっと、Are you finished? ああ、全然よくわかんないね、文法的に。意味はわかるよね、でも。まあ、食べ終わったってことですね。そう。もう一個例文あげましょうか。これ、変じゃないですか ?Winter is gone. 冬は終わったってことうん。おかしいないこれ。Winter is gone. えおかしいね。おかしいよね。おかしいね。堀本さん的に正しい文法を直すんだったらさ。 ウィンター、ハブ、ハズガンとかですよね。<gone. S 2> 冬が去ったって言おうと思ったら、うんうん、これさ、イ、ね、ズ・ゴーンなわけですよ。変だね。ここから言えることってのは、もともとは完了だったってことなんですよ。うん、はあ、だから例のやつですね。例のやつですね。昔はそうだったやつが、今一部の文章の中で残ってる。そう。うんうん、だし、ハブっていうのは必要ではなかったんですよ。別に過去分子だけで完了が表せたんですよ。うんうんうん B プラス過去分ととかでも完了を表なるほど今は教科書的にはハブプラス過去分子で完了を表しますっていうけどうん、うん、でもウィンターイズ・ゴーンって別に今でも言いますからうん、うん、これ説明できないじゃないですかそうだね、うん、これはもともと完了だったからなんですよへーおー出たカタルシス英文法のパターンのやつだこれも難しそうだった <laughs> っ同じパターンのこれずっと言ってるよね <laughs> でもねそれでもやっぱ驚くよねあ本当ですかそうなんだっていうなるわやっぱいまだにちょい足し語る足してもいいですか七味唐辛子ぐらいの感じでそうそうそうちょちょちょっと振りますけど「He is dead」ってありますよねありますねあれ「Dead」は大のもともと過去分子ですやっぱ同じ構文です形容詞じゃなかっったてことそうです過去分子がまあこれね難しくって過去分子成分80%の形容詞と過去分子成分100%の形容詞が ヒアルロン酸配合みたいな <laughs> 健康食品みたいな <laughs> そうあるんですよそんな感じあるんだじゃあちょっと試しにいくつかあげてみましょうか、はい、例えばさインタラステうん、これる。ね ED インタラスインタレストに ED がついてますよね、うんうん、これはなんかあの元の動詞のイメージでわきますよねおお あんまり湧くわ、インタレストっね。I am interested in なんちゃらって言うから、ってことはこれ受け身っぽいから、興味をそそらせるみたいな意味がインタレストかなって気がしますね。そうですね、もともと多分そうなんだろうなって気がしますよね。他にも例えば、タイヤだとか、疲れたこれもなんか、タイヤは聞かないけど、多分タイヤってあったんだろうな疲れさせるっていう動詞あった気がするわ。そうですよね。c コーディング。 ああ一致してみたいな、はあ、何々によるとみたいなねアコーディング TU と,とかありましたけどこれもななんか、はあ、なんとなくアコードっていう動詞があったのかなみたいなそ、ね、これちょっと囲むしじゃないですけど、うん、っていうイメージ湧くじゃないですか、うん、じゃあこれはどうですかストレイトああ絶対違うわ絶対元の動詞なかったわありますよえいやいや絶対ないでしょストレイトありますよ全然そのタイ r ードみたいなさ ED みたいな見慣れた形じゃないよでもトゥって入ってますよ <laughs> じゃあまさかストレイみたいな動詞があったんですか昔そうもともとこれストレッチからできてますへえ<ー>ピンと伸ばすからまっすぐ何になったんですよストレイとへえ<ー>想像つかんねえつかないこれ、うんえー、例えば他にもさっき言ったようにダイもそうですよね、うん、ダイからデッドになったとあともう一個はねこれね過去に僕話してますねそして今大ヒント言いましたええ過去に話してます僕ああ分かったわパス <laughs> そうなるほどやったね通過するパス の過去形からパスというが生まれてるみたいな感じだったよね。誰もパスからパスの過去分子がパストだったんですよね。っていうので、これ例えばじゃあパストはえっと分子由来です。うん、だからこれはえっと過去分子ですとはならないよね。 うんうん、なんかもう今完全に形容詞っていうイメージありますよねストレートも由来とその現状は別だってことだよねうん,うん、うん、でもじゃあインタラストはこれは形容詞ですか、うん、それとも過去分詞ですかっていう,うん、うん、なんかこの問いあんまもう意味ないです、ね、そうだねグラデーションですねそこはねそうそう,そうだから、うん、その意味では過去分詞ってのと形容詞ってのを厳密に分けることも実はそんなに意味ないし、うんうん、それをその例えば一生懸命覚える必要も別にないと。はいはいはい なるほどそれははっきり決まったものじゃないんですもともとはあいいですねなるほど教科書でやっぱ習ってたことはすごくこう、うん、かっちり決められたことのように思えるけどそ<う>実はそうではないっていうパターンよははははさっきまで見てたのは「Winter is gone」とか「うん、Are you finished」とか「うん、He is dead」みたいなのがもともと完了だったというようなことを話していました、うん、がこれ他動詞の過去分詞 つまり、他同士の官僚って、受動のニュアンスを同時に含んじゃうんですよ。うん、<laughs> えっと、他同士の官僚は受動のニュアンスを含じゃ例、例行こう、例な。<laughs> じゃ今その脳内でさ、構文を解析してたら、パニックになってくる。例、<laughs> お願いします。はい。ブロークングラス。ああ、割れたグラス、ね。スね、はい。誰かが割ったガラスだから割れたガラスなんですよ。んうんうん。うんうんうん、もう一回言う。誰かが割った、つまり官僚。誰かが割っちゃったガラス。うんうん はいいうのは割れたガラスとイコールですよねはい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 ,のっい,いはい,いはいはい、ね、はい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 はーはい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 はーはい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 はのはいはいはいはのはい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 は っていうふうに理解してもそんなに問題が起きないんですよ。そうですね。もう一個他にも例えばストールマニーとかね。はい,はいはい。誰かが盗んでしまったお金ってのは盗まれたお金になりますよね。うんうん、こういう経緯から過去分子ってのは受け身の意味も持ち始めたんですよ。なるほどなるほど。だから官僚と受け身っていうのは実はそのあたりが密接不可分というかくっついてるわけですよね。うわええー、考えたことなかった。そうか。うん。 官僚と受け身は全然違う意味やろうって今まで思ってたけど。でもね、だってハブプラス過去分詞とビープラス過去分詞とかやってやってるわけで、受け身と官僚を同じ形でやってるわけじゃないですか。本当だわ。なので官僚と受け身は近いんですよ。はあ、あのあんま関係ない気がするんですけど。はい。あの明らかに自分のせいでなんか壊しちゃった時に。うん。 パソコンが壊れたんだよああはいはいお前が壊したんだろう <laughs> だからそれは多分さそのやっちゃったニュアンスをもっと出せよっていう、うん、日本語では多分壊れたっていうと、うん、あんま壊したニュアンスが含まれない、うん、英語と違たああそうだそうだそうだだから壊れるに対する受け身は壊されるなのでだだただ自動詞を倒してのはそ、ね、その受け身と能動の えと関係があるのででで、うん、ここでは一緒に考えればいいいんじゃないですかねつまり「壊れた」っていうのはまあ自発的なであり多動式ではないニュアンスですよねだ、うん、から本当はもっと多動式受け身的つまりやっちゃったニュアンスのある表現を別に使ってほしいのになんかさっきパソコン触ったらさ「壊した」うん、<laughs> って言ってほしいってことだよね <laughs> そういうことそういうこと、うん、お前壊したのかしょうがねえなっていう気になるけどそれだったらうん、うん 壊れたって言われると「いやお前が壊したんだろう何をしょうがない」みたいな言い方してんだなりますからね <laughs> 多分コールセンターとかだとよくなんか触ったら動かなくなったんですけどなんか壊れたみたいで言われてそういや壊しお客様が壊したんだと思いますけどね <laughs> 僕コールセンターだったら向いてないかもしれない <laughs> 大失 <laughs> 確信に変えててそれは向いてないなよ <laughs> じゃあまとめますと現在、はい、分子と過去分子の話をしてきましたね、うん はい、えー、っとすっごい下手くそな説明してしまったんで <laughs> もう一回簡潔にまとめますとえっと現在分子っていうのは実は同名詞と現在分子は全然形が違ったんですよと、うん、だけどなんかインデとイングが似てるなあ似てるってことは一緒にしよっか <laughs> やっちゃったなっていう先人のめちゃくちゃな運用によって我々は同名詞と現在分子っていうのが形が一緒だという理解をしていますと、うんうん、で過去分子 に関しては官僚と受け身を両方とも持ってて不思議だなと多分過去分詞って言われたら多くの人って受け身のイメージがあると思うんですけど、まあ、そもそも官僚の意味も持っていまして、うんうん、でそれはよくよく考えてみると誰かが、えー、と誰かが割ったガラスってのは割られたガラスと一緒ですよねとだ,ねだから他動詞の官僚と受け身ってのは実は意味的にすごく近いんですよっていう話をしてきました三、うんうん、回目ではこれらの分子と 不定詞がどう違うのかっていう話をして今回のリサーチで思ったまとめみたいな話をダラダラとしようと思いますなるほどはいわかりましたじゃあ皆さん引き続き感想のコメントとかはい面白かった方は高評価とか、えー、説明が難解で困っちゃった方は <laughs> なんかオブラートに包んでコメントしておいていただければとはい <laughs> というふうにね水野さんがブロークンハートになってしまったところで <laughs> 毎回うまいこと言う <laughs> 本日はね終わりにしたいと思います、はい、大丈夫ですかブロークンハートは、うん、後半でリカバリーします <laughs> そうですね、はい、あと皆さんもあまり辛辣なコメントは残さないように <laughs> ブロークンこれ以上させないようにれ、まあ、それは自由ですからね皆さん <laughs> じゃあそんな感じでまた次回お会いしましょう、はい、ありがとうございましたありがとうございましたこのラジオは1回の言語オタクが ゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説ありますご了承の上、お聞きください